おはようございます。 JB ダベサチャンネルです。今日は暖かいです。天気も良くて。今日はどこ行きますか？ JAF のイベントで厚岸の潮干狩りに行きます。JAF のイベントだったの？そうです。高い？まあまあ2000だから2500かな。1人。うーん、だけどアサリ持って帰れると思うんだけどね。クーラーボックス持ってきてって書いてあるから、今日土曜日だからね。子供たちもいっぱいいるかな。抽選だったんだもんね。しようね。あ、だけどあの4月のこのイベントは、清掃がゴミ拾いがあるんだけど、その代わりコンキリエで使える1000円のクーポン券みたいなのがいただけるので、実質1500円ぐらいになるのかな。掃除もしなきゃなんないんだね。まあ、お掃除ね。まあゴミ拾いを手伝いしないとね。春でね、いっぱいこれから桜とかお花とかいっぱい咲くから綺麗だからね。ゴミは嫌だもんね。暖かい格好してきましたか？はい、はい、私も暖かい格好して、春なのに一人だけ真冬の入れ立ちになってます。はい、そしたらまた後でね。バイビー。厚岸大橋、厚岸大橋が終わった。今日の会場に行きます。あさり潮干狩りの会場だけど、すっごい狭い道路、頑張って走ってきてます。危ない危ない、落ちたら大変。なんか確かに潮干狩りができそうな雰囲気ではね。天気もいいし、よかったな。イベント、あ、ジャンプイベントって書いてあるから、あ、ここイベント開催中。いいかも。で、潮干狩りどうでしたか？あ、潮干狩りどうでしたか？すごい取れましたね。すごい取れたよね。すごい取れた。びっくりした。で、すごい大きいもんね。やばい。アサリ取り放題。すごいね。すごい取れた。でもあんなにいっぺんに食べれないからね。お裾分けだな。お裾分けだ。サンタだ、親戚にお裾分けする。楽しかった。天気も良くて暖かくて楽しかったよね。
ました。来年また来れたら来よう。あ、来年いればねの話だけど。はい、じゃあこの後どこ行くんだっけ？コンビニで遅い昼ご飯食べて。はい。浜中の温泉入ってきました。はい。今2時だもんね。はい、じゃあそういうことでまた後でね。バイビキタップユーユー、キュータップ温泉。はい。気持ちガスってるからな。本格焼きそば。よいしょよいしょよいしょ。トレーラー引っ張ってきてる人もいる。ゆうゆう、キュータップ温泉ゆうゆう。景色いいんだけど、今日はガスってっからよく見えない。じゃあね。確かさ、保証されてるわけではないんですが、さあ、走ってった。怖い怖い。
おはようございます。何でしたっけ、魚ダブサチャンネルです。昨日の朝は、あっけしコンキリエ道の駅にお泊まりをさせていただきました。昨日はいかがでしたか。潮干狩り最高でしたね。潮干狩りコスパ最高、コスパ最高すんごい取ったよね、アサリで。食べれない砂出しして、小分けにして、冷凍してゆっくり食べていきたいと思います。あ、そうだ、キャンプの時に冷凍したあのアサリ持ってて味噌汁作ったらいいね。パスタ作ったり、よしよし、なんか頑張れる気がします。すんごい大きいアサリね。いつか皆さんにアサリの大きさを教えてあげたいなと思います。はい、そして今日はこのままお家へ帰る。あ、楽しかった。またなんかなんだか狩りがあったら行きたいね。そうですね。なんだか狩りということで、そしたらまたね。